こんにちは、マッキーを務めるマット丸山でございます。本日はですね、キャンプ場からお送りしております。チャンネル登録者ね、1000人いきましたということで、記念にね、キャンプしに来ました。はい、お疲れ様でございます。ということで、今日何なんだという感じだと思うんですけど、1000人記念ということで、お前誰やっていうのね、話してなかったなと思って、興味あるか分かんないけど、まあちょっとつけてください。はい。丸山の解説です。はい。で、最後になんかちょっと今後の方針もね、話そうかなと思います。はい。そう、まずね、10月に1000人行ったんですけど、いろいろありましたね。10月、まず僕の結婚式ね。はい。結婚式やったのよ。まあいろんな人来てもらってありがとうございますっていう感じで、でね、その土曜日やって、その次の日ぐらいにね、むちゃくちゃ尊敬してる人から DM が来まして、マジびっくりしちゃって、マジでありがとうございますという感じで、いつかコラボさせてくださいという感じですね。で、リバプール対シティ戦もありまして、まさかのリバプールが勝つという感じで、もう最高の週末を過ごしまして、で、その次の週に1000人も超えると。はい。10月とても充実してたね。うん。すごくいい月でした。はい。じゃあ、ここからね、解説入っていきます。まず、小学校の頃からね、話しますと、小4にサッカー始めて、で、そっから、まあ、サッカー選手になりてえなと思ってやってたんだけど、なんだっけ、いつだっけな、小6か。小6の頃に、携帯買ってもらうみたいな。ついに携帯買ってもらえんじゃんと思って、で、まだ全然 iPhone とかもない。Win、au の Win の時ね。そう。の時に、なんか親同士の、友達の親とかの、とか話して、それでなんかなしになっちゃって、なんかよくわかんないけど、なしになったんすよ。なしかと思って。たら、なんか親父がね、じゃあギター買ってやると。いう、なんか言い出してね。俺全然、音楽全然興味なかったのに、その時ね。なのに、ギター買ってるっつって。だからね、自分が弾きたかっただけでしょ、絶対ね。まあそうなんだけど、まあギターを買ってもらいますと。で、そんでそっからまあ普通にサッカーやってて、まあギターもそんな、まあ適当にジャカジャカするぐらいの感じで、まあほぼ、っていうか、主に親父が弾いてた。もはや。アニメの、ナルトね。ナルトが始まります。はい。まあ小学生だからね、ジャンプの漫画、アニメね、つったらもう見ますよね。で、第1回放送ね、見たらね、バーンって雷落ちて、いや、アジカンのね、遥か彼方がね、オープニングになってて、それで超頭ぶち抜かれて、アジカン超かっこいい。何これ、むちゃくちゃかっこいいじゃんってなって、そっから音楽にハマっていきます。音楽というかバンドにハマってきますね。で、ちゃんとギターもなんとなく始めますね、そっから。で、もう、いや、音楽面白いなってなって、もうそっからあんまりね、サッカー興味なくなります。はい。で、中学ありますね。中学入って、まあ引き続きね、サッカー部に入りますね。うん。で、サッカー部入るんだけど、で、まあサッカー部活やってね、で、帰って、そしたら、ギターすぐガッて持って、もうアジカン弾きまくるみたいな。ライブ映像とか見て、これどうなってんだろう、これ、あ、こういう感じかなとかやって、なんとなく、なんか見てコピーするみたいな感じのやつをやってましたね、ずっと。で、アジカンがね、ラジオやってたんですよ、ラジオ。東京 FM でね、ラジオやってて、で、その時にね、いろいろむちゃくちゃ紹介してて、そっからいろいろ聞くようになったかなーって感じ。そこで紹介した、ウィーザーとか、オアシスとか、ナンバガとかね、その辺で知りましたね。はい。で、もちろん、御三家、アジカン、ペナーとエルレね。はい。その三つは、まあ、なんとなく聞きつつ、毎週ラジオ聞いて、ちょっとディグルみたいな感じの生活をしてました。で、もう一個の衝撃、中2かな？中1だっけ？忘れたけど、ロストエイジね。ロストエイジのテレビジョンシティの PV がやってて、むちゃくちゃ衝撃を受けますと。はい。なんだこれはと。まあ、そっからもう全部繋がってる気はある。正直。で、まあ、ロストエイジとかね。ちょっと変なというか、まあ、オルタナ系のバンドもね、若干なんか気にするようにはなる。
ていう感じで、中3ぐらいかな、中3ぐらいにアートスクールとかね聞き出して、アートスクールにドハマりして、あとナンバーガもそこで聞き出すという感じで、まあむちゃくちゃかっけえ、何これっつって、だってかね、そう中学の時は特にね、あの味感のせいでね、あの4ピース、まあ3ピースでもいいか、ギタボじゃないと弾けないで、音が厚くないと弾けないっていうのがね、むちゃくちゃ妙な、よくわからんこだわりがありましたね当時ね。今そんなんないけど、うん、アートスクールの影響で、まあソニックユースとか、ニルバーナとかね、その辺の US 系のねバンドを聴くようになりますね。はい。で、中学のね部活引退して、そっからね、なんかサッカー部のやつがね、バンドやりてえって言い出して、でそっから、で俺も誘われてバンドやります、はい、バンドやるっつって、で高校入ったらバンドやろうって言ってて、その流れで同じ高校受けようってなって、でそれでその流れのまま高校に入ります、はい、高校の軽音部入りました。体験入部で、その時の部長に何好きなのって言われて、あ、ニルバーナ好きですって、その時聞いてたんで、こいつもニルバーナ好きって言ってたよつって、そいつがサチモスの様子でしたね、はい。でそっからなんか、まあ、そっからの中です、だから高1からの中ですね僕は、はい。でまあバンドやってみますと、で初めてやったのはね、あと10秒でアートスクールのあと10秒で初めてやりました。めちゃめちゃ簡単だったんで、めっちゃ簡単だった、もう高校生でも余裕でできるレベルのやつだったんで、余裕でやっちゃいました。そう、余裕でやっちゃいました。まあいいや、まあ、その後はるかかなたとかやったのかなっていう感じ。高2になる前、冬に、まあ、ヨンスとあと友達2人だ、計4人でね、キューミーのライブを見に行くんだけど、めちゃくちゃ良くて、だその時だ、ターミネーションの時ね、ファーストが出た時のキューミーだったかな。でその時で、で帰りにね、ヨンスが俺オリジナルやろうと思ってんだよねつって言ってて、うわマジかと思って、俺もその中学ぐらいからなんか真似事で曲作ったりしてたんで、オリジナルやりたい人俺に、俺以外にもいたんだと思って、むちゃくちゃ衝撃、そこでその一言で僕の人生は変わりましたね完全に、はい。オリジナルをやります、でバンドをがっつりやるっていう人生にシフトチェンジしますね。だからその最初の衝撃はアジカンね、でその後に、ヨンスの一言があって、この2つの、この2つで人生が、2回線路変更してますという感じですね。でそっから高校2年生になって、オリジナルをね やり始めます。でオリジナル作ったらライブやりてえってなるじゃないですか。でライブハウスにね、出させてくれって言いに行きます。ヨンスとオールドジョーとかいろいろやってるベースの、亀山健志郎と、あとうちのベースとね4人で、行きます。そっからまあ月1ぐらいでずっとライブやるようになるかな、5、6年っていう感じで、ライブハウスに出始めましたと。オールドジョーは決勝がね横浜アリーナでやる、なんかめちゃめちゃでかい大会があって、そこでなんか優秀賞とか取って、オールドジョーはね、なんか売れていきますどんどん。うちはね全く鳴かず飛ばずで、全然何もならないっていう感じでしたね、はい。であとねスーパーカーにハマるかな、この時確か。スーパーカーがむちゃくちゃかっこいいじゃんってなって、ファーストね、スリーアウトチェンジ。これいいねってなって、これ、なんなの？このジャンルって何なんだろうと思って調べたんですけど、これシューゲだってなって、シューゲイザーってジャンルらしいという感じになりまして、でシューゲをね、聞き始めますね、こっから。マイブラとの出会いかなって思いますね。うん。とラブレスね、ラブレス初めて聞いた時の衝撃ね、意味わからん。本当に、かっこよすぎる。そういう感じで高3から、それまでギターロックバンドだったのがシューゲバンドになります。僕がギタボだったんでシューゲバンドに自動的になりました、はい。で部活引退するんですけど、受験どうしようってなりますよね。全高校生、全ての高校生進路どうしようってなりますよね。まあ俺もね、大学行こうと思ったの、思ったんだけど、受験します、はい。大学を受験するんだけど、倍率 1.2 だからいけんべっつって、受験勉強をね30分、マジで30分、きっかり30分だけして行ったらね、もう見事に落ちまして、はい、が、いや、落ちんだと思って、あ、受験ってものをね死ぬほど舐めてた、あの本当にクソみたいな
本当にクズなんですけど、進路どうしようかなってなった時に、アジカンのサイレンの PV を思い出して、あの PV めちゃめちゃかっこよかったなっていうのを思い出して、じゃあ映像とか面白いかもな、がなんならうちのバンドの PV 撮りたいなと思って、むちゃくちゃ軽い気持ちで専門に入ります。映像の専門に入りますね。専門行きながらバンドしながらみたいな感じの、19、20歳みたいな感じになってきます。で、その時に地元を出て修芸の箱に、ね、修芸のイベントにね、出始めますね。はい。そう。だから、その時、だから、フォートレシーハイドとかね、オールドジョーのイベントで、グリムスパンキーとね、対バンしたりとか、っていうのがあったりしたんですけど、でもの売れない。でも伸びない。全然、なんともなんなかった。はい。っていう感じでしたね。バンドやりたすぎて、専門1年の時に休学します。はい。休学するんだけど、その1年の間にね、バイト掛け持ちして1ヶ月ぐらいやって、あ、これしんどいな、学生の方がいいなと思ったりするっていう、かなりしょうもないっていうか、どうしようもないやつでしたね。で、復学して専門2年の時にね、むちゃくちゃ映画がね、すっげー好きなね、同級生がいて、まあ未だにディレクターやってるんですけど、その人と出会ったのが3つ目かな、俺の3つ目の人生のターニングポイント、そこだと思いますね。はい。その人の影響で映画見始めますね。その人から最初インセプションとダークナイトかな、あの辺の、見るようになりますね。映画ちょろちょろと、まあでもそんなにハマってはない、一般の人よりはちょっと見るかなぐらいの感じですね。はい。で、映画見始めますというのもありましたね。で、卒業しますと。はい。卒業して、その時にね、就職はしなかったっすね。バンドやりたかったんで。バンドやりたくてフリーターになります。そっから21の時だね。休学してるからね。で、某ファストフード店で働きまして、まあバンドやつね、やってて、マックじゃないですよ。マックじゃない。22になった年ね。その時にね、バイトをね、クビになります。なんかクビになった理由も、なんかフリーターうち雇いたくないんだよねみたいな、そういうノリでクビになりましたねって言われましたね。マジかよってなって、でいろいろバイト探すんだけど、中学校まではねめちゃくちゃね、お調子者だったんですけど、むちゃくちゃうるさくて授業で怒られるタイプの人だったんですけど、高校からね、知り合いがいなくて、同じクラスに、で同じ部活のやつもいなくて、完全に1ヶ月半友達ができないっていうね、期間を経て、そう、高校入って、あ、俺人見知りなんだって知るっていうね、まあ、そのせいもあって、人見知りっていうのがあって、バイトの面接その時に落ちまくります。はい。7連敗ぐらいして、あ、もう本当無理かもと思って。で、そのタイミングね、バイトもう何もしてない時期が1ヶ月あって、そのタイミングお金マジでないから、バンドをね、僕の金欠のため、やめます。バンドをしなくなりました、そこで。あんだけバンドをやることにこだわってたのに、バンドをやらなくなりましたね。で、もう本当に何でもいいから歌いたいと思って、ビレッジヴァンガードね、受けますね。で、ビレバンがもう最低賃金だから、もう最低賃金でもいいやと思って、面白そうだしと思って行ったら、なんかよくわかんないけど受かって、ビレバンでのね、バイト生活が始まりますね。煙ね、かなりね。映像で見てもわかるな、これ。煙。で、まあビレバン入りますと。はい。まあ、そこでのね、時間がね、かなりね、僕の中だとね、でかいですね。はい。ビレバンってさ、結構、まあ、サブカルだけど、ライト目じゃないですか。やっぱ中の人ね、死ぬほど詳しくて、むちゃくちゃ詳しい。もう何でも詳しいんですよ。ちょっと寒いんで来ました。ビレバンのスタッフって、ね、ほんと詳しいんですよね。本当に。特に先輩かな。多分その二人からね、むちゃくちゃ影響を受けますね。はい。DJ やってる先輩がいて、その人からヒップホップとか結構教えてもらったかなって感じで、そのあたりからやっとヒップホップっていうか、バンド以外の音楽も22、3
あたりからやっと聞き始めますね、はい、っていう感じで、まあパンピーとかね、あの辺のなんだサミット系かな、はい、サミット系にハマっていきますというのもありましたね。でそのバンド辞めたあたりから、バンドやできないけど曲は作りたいってことで DTM をね始めていきますね。あ、そう、ビデバンの時の担当を言うと、お菓子お菓子と音楽系の本ですね、うん、とあと映画系の本と、あとアメリカ雑貨っていうアメコミとか、アメコミのグッズとかねやってましたね、はい、そんなとこかな。あと CD の担当もやってましたね、はい、その担当つくことによっていろいろ調べてね、こういうもんがあんだとかなって、そこで結構いろいろ、全然大したことないけど知識はなんとなくそこで得たかなって気はしますね。なんとなくね、本当に全然上には上がいるから、本当張り合う気もないけど、エモとかハードコアの動画出してますけど、ちょろちょろね、まあその辺聞き始めたのは20代前半ぐらいかな。フリーターなりたてぐらいの時に、スティフスラックとかね、あの辺を聞き始めて、まあクライムっすよね、まず聞いて衝撃で、わやばくないってなって、でまあロストイジ周りを探ったりとか、札幌周りをね、札幌周りはもともと聞いてたけど、よりこうカウパーズの最近のザラメか、ザラメとかもね、いろいろその辺聞き始めたって感じで、今もエモポストハードコアとか好きですっていう感じで、まあ本当そのまま高校とかのまんまですかね、好きな音楽は。そうだから、その時でもうほぼほぼ決まった感じはあるな。ニルバーナ聴いて、ソニックス聴いてとか、その流れの中に未だにいるかなって感じですね。でなんか俺がね、映像の専門出てるっていう、あと一眼も一応持ってる、編集も一応できるっていうことで、友達とか知り合いの PV のね仕事がね、いやちょいちょい入ってきます。はい、ああそうだ、あれも撮りましたね、ラメルズっていうバンド、オールドジョーのギターがねその後やったバンドなんですけど、うん、一応なんかメジャーデビューもしたんですけど、インディーデビューの PV ね俺が撮りました。一応ちょっと苦い思い出ではあるんですけど、一応僕がやりましたという、そういうのもあったりしましたね。いつだったか忘れてたけど、バードマン公開したじゃないですか、映画のね。だから先輩がむちゃくちゃご利用ししてきて、何それっつってなって、バードマン見まして、なんだこれって悩まして、バードマンすごかったよね、ビジュアルカットで前編通すっていうね、あれまあすげえ、なんだこれってなって、うわーってなって、これ映画すごくないってなって、あんま劇場行ってなかったけど映画館にもね行き始めますね、ちょろちょろと。インターステラーを見て、さらにそっからこれマジで映画館行かなきゃダメだと思って、のめり込んでいきますね、映画の方に。そうだからね、意外とね遅い、20代過ぎてからなんだよね、映画見始め、ちゃんと映画見始めたのって。じゃあ映像の専門行ってた時は全然見てなかったからななんなら映像そんな好きじゃなかった今思うとね。映画見ていく中で、ついにここでね4つ目の衝撃いきます。マッドマックス、うん、これでしょ、これもう世界中いろんな人衝撃受けてると思うけど、マッドマックスね、これをね劇場で見まして、うわなんだこれってなって、すげえ映画すげえってなって頭ぶち抜かれます。はい、そっからマジで毎週というか、もう週休みの日には映画館行ってるみたいな生活になっていきますね。はい、バイトしながら映画館行ってくっていう生活の中で、このぐらいからねやっぱ映像の仕事したいなーって思い始めますね。フリーじゃなくて、そのちゃんとね就職してやりたいなっていうのを思い始めます。うん、就活始めるんすけど、まあもうボロボロ、うん、フリーターだし実績ないしみたいな感じでボロボロ、うんともすんともいかない中ね、専門の同級生と遊んでたら、うちの会社来るみたいな冗談っぽく誘ってくれて、ああ行きます行きますみたいな、めっちゃ適当なノリで行ってて、でその1ヶ月後ぐらいに差しで飲みに誘われて、うちマジでどう来るみたいな言われて、全然今答え出さなくてもいいよみたいな言ってくれたんですけども、その場でねやりますつって、ノリで就職を決めましたついにビレバンからの卒業、まあその卒業もかなりね泣けましたね。はい、3年半バイトしてたからね、めちゃめちゃ泣けたな。もう本当にいろんな音楽、映画、漫画、いろいろ教えてもらったからね、うん、就職しますと。でそこで先輩がね YouTube 見てたんだよ、うん、
だから YouTube って俺の中だとなんかその PV とかねライブ映像とか上がっててそれを見る媒体っていうニュアンスだったんだけど、まあ、YouTuber はまあ全然流行ってたけど当時全然見るっていう感覚にはなってなくて、あ、YouTube あるんだと思ってなんかそっから徐々に見始めた感じかな YouTube 自体。うん。だからその25ぐらいでやっと YouTube をちゃんと見始めます。はい。そっから AD 時代ですよ。はい。まあまあ過酷よ。うん。本当にもう帰れない日もあるし、ぶっちゃけそんな記憶ない。あんま記憶なくて、まあ1年2年ぐらいやってなのかな確かグリムスパンキーのライブを撮るっていう、ね、仕事が来ます、うん、でそんであなんか昔対バンしたかなっていう話になって会社でえじゃあお前やれよみたいなみたいなそんなむちゃくちゃ軽いノリで、ディレクターになりました。そうそれで何年ぶりか分かんないぐらいにねレミさんと亀本くんに会っていやマジビビったっすね。もうレミさんは対バンしたイベント自体を覚えてて、まあ俺のことはもちろん覚えてないけどイベント自体を覚えててわあん時の人っすかみたいなあん時対バンしたんすかみたいな話になってちょっと盛り上がったりしましたね。はい。グリムまたやりたいっすね。そっからはいろいろちょろちょろとライブ撮ってくかなって感じ。まあライブ撮って休みの日に映画見に行って、っていう感じの生活になりますね。2年前かな2年前に結婚しまして、はい。ありがとうございますいえいえそんな、いえいえそんな感じで結婚しまして引っ越しまして家が広くなりますと、あ、俺の部屋というか書斎というかね、ワークスペースができます。今の YouTube 撮ってる部屋ね、はい、あの部屋ができて、で先輩もそのタイミングぐらいでね、YouTube を始めるんですね、はい、結構面白いよみたいな、 YouTube やんのおもろいよみたいな話聞いてて、と思ってて、いや丸とか絶対やった方がいいけどねみたいな話をされて、で調子に乗ってその勢いで始めるみたいな感じかなと思います。そうだから YouTube 始めるってなって何やろうかなと思った時に映画のデビューかなーと思って、やっぱり映画のデビューを一番見てたんで YouTube でね、うん、なんでやっぱその辺やっぱやりたいなーと思って、だし今の映像ディレクターの仕事にね、やっぱ言語化できるっていうところでやっぱつながってくるかなーと思って、そういう気持ちで映画のデビューやってるかなって感じですね、うん、でまあ今後に関してはやっぱ映画ねもちろんやりますっていう感じで、でも音楽ネタもねもっとやりたいんですけど、うん、どうしようねもっとねネタ増やしたいんだけどね、なかなかねなかなかできないですね。映画がもうつるべうちに映画やるんで、タイミングを見て引き続き音楽ネタもやります。はい。で12月がねちょっと忙しくて、12月の更新はあんま期待しないでください。タイミング良ければねやろうと思いますけど、うん、スラダンも見れるかわかんないし、うん、アバターはギリいけるかなどうかなぐらいの感じで、前にね配信やろうかなって言ってたと思うんですけど、俺がね動画でなんですけど、年末にねやろうと思ってます。ちょっと機材とかね今いろいろ調べてるんですけど、年末のタイミングだったら間に合うかなと思ってます。だし多分年末だったらみんなね時間あるでしょう。期待してますよお待ちしてますよ。だから年末、ちょっと開けといてください、うん、また、それねコミュニティとかでねなんか言いますね、はい、っていう感じですね。あとね僕結構ねその動画撮ってる時に次の週何やるかなんとなく考えてたりするんで、次回予告とかね動画の最後にやろうかなと思ってます。次は何の動画やろうと思いますみたいな、なんだろう、歌丸さんのね歌さんのあのガチャ引いた後みたいな、そこまでガチャは引かないけど、そういう感じでね次回予告もちょっとやった方がみんなと一緒になんかやれるかなって気がするんで、そういう感じにしようと思います。今後の目標も言いましょうか。目標まあ特にないじゃないんだけど、まあ続ける、まあ第一目標は続けるっていうことまあ数字ねにしたら分かりやすいから数字でしたいんだけど、やっぱ1万人ね、1万人頑張りたいね。うん、なんとかいかないもんかな。かなりねこう10倍だからね単純にね、めちゃめちゃ難しいですけど、
まあなんとか続けていこうかなと思います。1万人目指して、本当にダバなし、最後までありがとうございます。はい、そういう感じでね、今日は終わろうかなと思います。もういい時間なんでね、焚き火消えたら寝ます。あ、良ければ高評価チャンネル登録お願いいたします。 Twitter、Spotify、Apple Music やってます。良ければ覗いてみてください。それじゃあまたお願いします。